するに言った言葉は、チャンスを見送ってばかりいた自分に対する苛立ちだった。結果や体裁ばかり気にして、一度も全力でバットを振らないまま試合を終えてしまった自分への苛立ちだった。もし間に合うなら、どうかもう一度チャンスをください。バッターボックスに立つチャンスをもう一度だけください。